今朝、新聞の折り込みの朝ここを見つけました。そこで、急に思い立ち、武蔵五日市に行ってみることにしました。警察署の裏にある五日市郷土館敷地内に復元移築された旧市倉家住宅には明治、大正、昭和30年代の段飾り、豪華な御殿飾り雛が展示され、壮観です。